倉先輩。はい。ねえ。ところで。はい。なあ。ところで、そうです。ところで、いらっしゃいませ。ありがとうございます。そうです。お願いします。ああ。そうだな。八神さん、
なあ。察するに。無論です。おう。お願いします。やってやるぜ。いいね。よっしゃ。いいですぞ。よし。よし。いいね。いけ。そういきますか。よし。いいね。なんですと。いけ。よし。いいね。やられたな。よし。よっしゃ。最高の気分だぜ。いや、高森。ん？ああ。ええ、うん、おいおい。バカなの？はあ、頑張るぞ。おう。ちあ、
いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。なんだ？これは。なあ。あ。うん？ちょっと。いやいや。はあ。要するに。はあ？お。
ばらく寝とけっての。分かった。いい加減にしろや。もしもし、白崎です。矢上さん、今大丈夫ですか？ああ、こっちもそろそろ電話しようと思ってたとこ。三越葉殺しの材料が集まってきた。ああ、あとそういえば沙織さん、神奈川県警の渡辺刑事って。ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。なぜか江原を事情聴取できないのでと頼まれて。警視庁のせいだってさ。連中としては自分とこの警官が殺人犯と関係してたかもしれないんだ。それを神奈川県警だけの手柄にはさせられないんだって。なるほど、そういうことでしたか。沙織さんは次江原と接見する予定は？こちらの準備が整い次第と思っています。その時は矢上さんも同席してもらえますか？ああ、こっちからもそれを頼もうと思ってたんだ。
ただその前に俺も江原のこと調べないとだな。痴漢で捕まった時の状況とか。でしたらちょうど星野君が明日また痴漢現場を検証すると言ってます。池袋と新宿駅で一から江原の行動を見直したいと。へえ、じゃあ俺もそこに行くよ。わかりました、少しお待ちを。ん？もしもし、星野です。よかった、八神さんも来てくれるなら心強いです。ならよかった。そうだ、明日痴漢事件の資料も持ってきてくれる？現場見ながら大体の流れを聞けると助かる。もちろんです。まずは池袋駅から検証するつもりなので、八神さんも明日そちらへお願いします。わかった、それじゃ。時間食っちゃったよ。なあ、わかった。
らく寝とけっての。時間食っちゃったよ。これは お。
な。へえ。八神さん。
ん？ちょっと。加減にしろ。
バッドバス。八神です。はい。八神さん。ん？はい。え？
お。ああ。私こうやって男の人と一緒に歩くのって初めてで緊張しますね。俺もある意味こういう形で女の子と歩くのは初めてだよ。そうなんですか。なんだかちょっと嬉しいです。周りの人たちは私たちのことをどんな風に見えてるんでしょう。それは純粋に俺も気になるね。ナトちゃん、その格好で暑くない？はい、大丈夫です。もう慣れましたから。まあ、それならいいんだけど。むしろ冬なので、暖かくてちょうどいいくらいです。防寒対策としてはバッチリってことか。わかった。そういえばさ、正直あまり実感ないんです。アルバイトも結局カムロップに入るだけですし。すみません、実は未だに地域振興課の室井さんの顔も認識できていなくて。ミナトちゃん。え、どういうことですか？そんな人見たことないですけど。まぶたに目？これなんだけどさ。あ、なるほど、これか。
それって…いえ、さすがに違いますよ。このアルバイトをしている人で許可された希望者は持ち出し可能なんです。いつシフトに入ってもいいようにと。まあ、実際に持って帰ってるのは私だけみたいですけど。すごいじゃん。そうでしょうか。おう。ありがとうございます。そんな風に褒めていただいて、その嬉しいです。みなとちゃん、好きというかコーヒーが得意じゃなくて、香りは好きなんですが苦いのが苦手で、だから選択肢があまりないんですよね。でも飲めるようになりたいなとは思っています。なるほど。そうしたらまた付き合ってくれますか？ありがとうございます。じゃあ手付金を。ありがとうございます。ずっと探してたんです。よかった。あの、中身読みました？いやいや。そうですか。さすが紳士ですね、八神さん。まあな。お、あの、実は私、お笑いとか大喜利とか好きで、いつもネタを思いついたらこれに書いてるんです。つまり？はい、何か思いついたら一人でネタを書いたりしてます。披露する相手もいないんですけどね。マジで？いいですけど笑わないでくださいね。あ、いや、笑っては欲しいんですけど、なんというか。いやいや。そういうことなら、どうぞ。なるほど。みなとちゃん。耐えられなくて、人にネタ見てもらうの初めてで、心臓が飛びそう。面白いじゃん。本当ですか？他にはどれが面白かったですか？それ自信作なんです。よかった、受けて。文字だけでも結構伝えられるんですね。これって？ああ、それはお題メモです。街中で見たものを即興で謎かけできるようにいつも考えてまして、それでうまく思いつけなかったものは宿題としてメモしてるんです。でも最近は宿題減ってきましたよ。へえ。多分。頑張ります。何かお題ください。私ですか？私は、なんだろう。はい、整いました。東堂みなととかけまして、覚え始めた外国語と解きます。最初はさっぱり話せません。フォローありがとうございます。ノート、はい、整いました。ノートとかけまして、デートの約束と解きます。破ったら修復するのが大変でしょう。
それって。え、違いますよ。私はそんなんじゃないと思います。紅茶、紅茶、はい、整いました。紅茶とかけましてゴルフと解きます。ん？綺麗にカップへ入れましょう。なるほど。あ、そうですね。カムロップか。はい、整いました。カムロップとかけまして一流大学と解きます。ん？入るのがとっても大変でしょう。なるほど。耳に手を入れる特別な作りなので戸惑いますよね。入った後は楽ちんなんですけど。すごいじゃん。ありがとうございます。でももっとひねったことを言いたかったな。あ、ちょっとメモしておきます。みなとちゃん。はい、何ですか？あの、なんでしょう。はあ、だって、不意打ちは卑怯ですよ。え、そうなんですか？でも、確かにちょっと、すごく楽しかった。あれなんだけど。ああ、カムロ町漫才コンテストですか？いいですよね。私も見に行こうと思ってます。みなとちゃん。私がコンテストに出るんですか？正気ですか？無理に決まってますよ。いや、笑顔？おう。そうでしたか。でも人前で漫才なんて一番私から程遠いというか。ああ、そんなはっきりと。いやいや、大丈夫だよ。少し考えさせてもらってもいいですか？まだ心の準備が。おう。わかりました。みなとちゃん。そうですね、行きましょう。Ha ha ha ha.